今永、デビュー戦で説明書通りの投球を見せる。カブスの今永翔太投手は2日、日本時間3日、敵地でのドジャースとのオープン戦でメジャーデビューを果たした。この日、初回に先頭のロハスをサヒに仕留めると、続くフリーマンからメジャー初奪三振を記録した3番スミスは右ひじで危なげなく三者凡退で抑え込んだ。2回は先頭のマンスイ、テオスカ・ヘルナンデスに安打を許し、無失地、2塁のピンチを作ると、23歳のパヘスに左翼へスリーランを浴びた。その後は立て直し、3者連続三振で2回を締めた。3回は先頭のロハスを空振り三振に仕留めたところで降板、2回3分の1を3安打3失点5奪三振だった。敵地放送局スポーツネットロサンゼルスの実況を務めるティム・ネベレット氏も、ホームランを打たれた以外はいい投球でしたとコメント。マウンドを降りると観客からは拍手が送られた。言った、いつもの今永でくさ、説明書通りの投球やん。横浜でよく似た今永や、クリーンヒット、内野安打、ホームラン、効率いい失点だった。あまりに取説通り、気象がそうなら何の問題もない。実質に失点だから。気象癖は勘ということか。まあ三振取れてるからええやろ、噂はとはさすがに違う。でもボケイ、忙しい登板やったな。この時期に気象は問題ないだろ、思ったよりやれてる印象だが。キレがいい球は当たるとよく飛ぶんやな。気象あって三振もちゃんと取れてるけど、どういう評価になるんやろ。まあまあスタンダード、ほんま秘書するよな。メジャーに行っても日本での投球となんら変わらぬ姿を見せるという安定感。皆が想定していた通りの結果で驚きもないのが笑ってもった。噂はよりマシだから。噂はと違って次は期待できそうな評価やろな。普通にある程度飛翔は仕方ない。今回はたまたまスリーランだったって感じや。左ピッチャーは割り引いてみるべきだと思ってるから、1年目の菊池雄星ぐらいできたら上出来って感じかな。日本はそこそこ球速くてストライク取れるぐらいのコントロールある左は成績残せるからな。メジャーではそれだけじゃダメだけど、三振は取れてるし、ランナーさえ溜めなければ大丈夫やろ。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。